歌川広重、名所江戸百景から、河野台と根川風景。崖の高さに古城があるが、里見公園付近を描いたものとされる。里見公園は、千葉県市川市河野台にある、市川市立の都市公園。春の花見の名所として知られる。面積8.2ヘクタール。江戸川の流れを見下ろす高台にあるため、江戸川、東京東部の市街。 富士山島山々の眺望に優れている。15世紀に、この地に、大田道館が仮陣を置き、弟の大田助田だらが、河野大城を築いた。その後16世紀に、里見市、ご北上市の間で二度にわたる河野大合戦が、戦われた。公園の北半分は自然を残した樹林で、石棺の露出した前方公園墳の民古古墳。 河野大合戦の伝説を伝える夜なき石、北原白州の急遽紫タバコ砂糖が残っている。公園の南半分は西洋式庭園で桜が多く、近年はバラの育成にも力を入れている。また、江戸川に近い斜面林の中に工房大師発見と伝えられる湧き水の羅漢の意が残っている。自然が残されているため、春秋は小学校や幼稚園の遠足の地として、 親しまれている。近くの江戸川堤美、矢切の私と結んで散策コースとして歩かれることが多い。さらに、市川市では、京成線河野台駅、江戸川堤里見公園、河野台緑地、巡西地緑地、小塚山緑地、堀の内海塚公園、北総線北国分駅をつなぐ道を、散策路、市川水と緑の回廊として整備している。 公園の南半分の西洋庭園部分には、旧陸軍の病院があり、戦後も国立港の大病院の精神科病棟として使用されていた。公園の北半分の樹林の中には、1933年まで里見八景園という遊園地があり、今も園内にはその庭園の名残が残されている。その後は、施設の里見公園となったが、戦争の激化に伴い、 旧陸軍の管理するところとなり、太平洋戦争中はこの樹林の中に、いくつもの防空壕が掘られた。1958年、市川市立の公園となり、南半分の河野大病院の病棟が移転した、あとは西洋式庭園となり、北半分の樹林の中の防空壕も埋められ、今日のように整備された。大正末期から昭和初期にかけて存在した遊園地で、 共同団病院の移転により造成され、廃止後は再び陸軍病院の分室が作られた。創設者は、東京で、トタンやブリキを扱う問屋を営んでいた廃島家と、メッキ加工業を営んでいた佐々木家で、東洋一の遊園地を目指して1918年頃から構想を練り始め、1920年代初期に開園し、1933年頃まで続いた。園内には、 大丸ふとし渡しや、大滑り台、プール、動物小屋、音楽堂、園芸舞台、料理旅館、大鳥月、茶屋等が設けられ、創業と同時に千本の桜が植樹され、春には花見客で賑わった。東京方面から直接来られるように、江戸川の対岸の小岩地域と、大鳥月前の船着き場を行き来する、律師の私も設けられ、希望すれば、 しわまた定着店まで送迎するサービスもあった。佐々木家は中の茶屋と園芸場などを経営し、廃島家は大鳥月と律師の私のほか佐々木園と飛ばし邸、大館邸、藤見邸という茶屋と佐々木を経営した。大鳥月は市川産業組合に属していた関係から、1986年には廃島摩擦蔵の呼びかけにより、 一川ママの浮島部財店に名義の日が混流された。ありがとうございます。